秋草ゆいかさんです。おめでとうございます。市長賞の秋草さんには横浜市長のご命題として横浜市文化観光局観光コンベンション振興部長赤岡健さんから賞状と盾、そして副賞が贈られます。賞状、横浜市長賞秋草ゆいか様、あなたは第32回横浜開港祭ポートキャンバスにおいて創造性あふれる豊かな表現力を十分に発揮し、優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。平成25年6月9日横浜市長林文子。おめでとうございます。記念の盾です。前には府警の皆さんがさぞかしお喜びかと思いますが、皆さん誇らしい顔をしていらっしゃって、とっても素敵でいらっしゃいます。撮っている皆さんを私が撮影したいぐらいでございます。おめでとうございます皆さん。はい、おめでとうございます。秋草さんでした。ゆいかちゃん、おめでとうございます。続きまして、横浜海上保安部長賞の発表です。今回横浜海上保安部長賞に輝いたのは湘南白百合学園小学校5年生星崎あかりさんです。そしてプレゼンターには横浜海上保安部次長でいらっしゃいます浜口真一さんにお越しいただきました。お願いします。賞状、横浜海上保安部長賞星崎あかり様、あなたは第32回横浜開港祭ポートキャンパスにおいて創造性あふれる豊かな表現力を十分に発揮し、優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。平成25年6月9日横浜海上保安部長中川隆。はい、星崎あかりさん、おめでとうございます。続きまして、原鉄道模型博物館館長賞の発表です。帽子かぶしていただいていいですね。なかなかない一枚じゃないでしょうか。原鉄道模型博物館館長賞に輝いたのは横浜双葉小学校1年生小沢くららさんです。プレゼンターには原鉄道模型博物館副館長でいらっしゃいます原健人さんにお越しいただきました。それでは賞状と盾の授与です。賞状、原鉄道模型博物館賞小沢くらら様、あなたは第32回横浜開港祭ポートキャンパスにおいて創造性あふれる豊かな表現力を十分に発揮し、優秀な成績を収められましたのでこれを賞します。平成25年6月9日原鉄道模型博物館館長原信太郎、おめでとうございます。小沢くららちゃん、おめでとうございます。皆さんぜひ原博物館にお越しください。原さん1周年おめでとうございます。続きまして、横浜開港祭協議会会長賞です。今回この会長賞に選ばれたのは南大小学校3年生の福山ゆめなさんです。プレゼンター、第32回横浜開港祭協議会会長高見沢直弘より賞状、盾、副賞が贈られます。
賞状、横浜開港祭協議会会長賞、福山日村様、あなたは第32回横浜開港祭ポートキャンバスにおいて創造性あふれる豊かな表現力を十分に発揮し、優秀な成績を収められましたので、これを賞します。平成25年6月9日、横浜開港祭協議会会長、高見沢直弘、おめでとうございます。盾も、サイズとしてはお子さんに、もしかしたらこれが重たく、そして、輝かしく感じられるかもしれません、さほど大きな盾ではありませんけど、お子さんたちにはとっても大きな思い出ということでございます。はい、おめでとうございます。続きまして、この横浜開港祭協議会からの優秀賞です。今回優秀賞に選ばれたのは青果小学校の2年生瀬野智明さんです。賞状、優秀賞、瀬尾智明様、あなたは第32回横浜開港祭ポートキャンバスにおいて創造性あふれる豊かな表現力を十分に発揮し、優秀な成績を収められましたので、これを賞します。平成25年6月9日横浜開港祭協議会会長、高見沢直弘、おめでとうございます。今回瀬野智明君は優秀賞に輝きました。おめでとうございます。あと5人表彰です。佳作の5名の皆さんを紹介します。小野学園小学校1年生福井優乃さん、同じく桐蔭学園小学部3年生河野海斗さん、同じく神奈川小学校5年生石澤聖香さん、同じく聖果小学校1年生佐々木ライナさん、本町小学校3年生和城斎蔵さんです。それでは福井さんの表彰から参りましょう。引き続きまして高見沢さん、よろしくお願いします。賞状、佳作、福井彩乃様、あなたは第32回横浜開港祭ポートキャンバスにおいて創造性あふれる豊かな表現力を十分に発揮し、優秀な成績を収められましたので、これを賞します。平成25年6月9日横浜開港祭協議会会長、高見沢直弘、おめでとうございます。ゆのちゃん、失礼いたしました、福井ゆの様、福井ゆの様、おめでとうございます。はい、はい、ではこの間に、河野海斗さん、スタンバイお願いします。どうぞ。賞状、佳作、河野海斗様、以下同文でございます。おめでとうございます。あ、こちらでお写真。それでは石澤聖香さん。賞状、佳作、石澤聖香様、以下同文でございます。おめでとうございます。おめでとうございます。
続いて佐々木ライナさん。賞状補作佐々木ライナ様、以下の同文でございます。おめでとうございます。こちらで そして5人目、和城斎蔵さんです。斎蔵くん、はい、賞状佳作和城斎蔵様、以下おめでとうございます。おめでとうございます。これで今回のポスターとそして港の風景の絵の作品すべての表彰者を発表させていただきました。まずは受賞された皆さんに盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございます。そしてプレゼンターの皆様、関係者の皆様、ご協力ありがとうございました。以上をもちまして表彰式を終了します。ありがとうございました。